相模原市長の本村健太郎です新型コロナウイルス感染症の新規感染者が急増しています現在置き換わりが進んでいるオミクロン変異株 BA5 は第六波の際の BA2 よりもさらに感染力が強いと言われています7月13日には本年2月22日以来約5ヶ月ぶりに新規感染者が700人台となり また高齢者施設や医療機関等でのクラスターも多発していることから第7波に入ったと考えられます夏休みシーズンを迎え市民の皆様も会食や旅行など人に接触する機会が多くなると思いますが感染拡大を抑えるとともに医療の逼迫を避けるため引き続き3密の回避や手洗い消毒状況に応じた マスクの着用など基本的な感染対策をお願いしますワクチン接種は感染予防や重症化予防など一定の効果が期待できます本市の3回目接種は7月13日現在65歳以上の高齢者の方への接種率が90%を超える一方30歳代が51% 20歳代が45%と 年代が下がるほど接種率が低い傾向にあります三回目接種を受けることでより高い予防効果が得られると言われていますのでまだ接種を終えていない若い世代の皆さん改めて接種のご検討をお願いしますまた四回目接種についても対象となる方で接種を希望する方は早期のご予約をお願いします最後になりますが 医療の最前線で対応されている医療従事者の皆様をはじめ感染拡大の防止に取り組まれている多くの市民の皆様事業者の皆様に心から感謝を申し上げるとともに感染された方の一日も早い回復をお祈りいたします。